MLB、鈴木誠也、2試合ぶり無安打で14試合アーチなし、2三振で打率、263、後天に目線カブスの鈴木誠也外野手が3日、日本時間4日、本拠地でのホワイトソックス戦に、2番右翼で先発出場、4打数無安打2三振で打率、263に、2試合ぶりの無安打に終わり、チームも初めみで敗れた。 二試合連続の二番起用。雨が叩きつける悪状況の中で、初回一死の第一打席は内角のフォーシームに見逃し三振。三回一死一。二塁の第二打席は痛烈な打球ながら、一直に倒れて閉殺となり、五回二死の第三打席でも空振り三振に倒れた。七回二死の第四打席は三頃だった。四月は二十一試合出場し、 68打数19安打で打率、279、4本塁打、14打点をマーク。開幕2週目には、週間 MVP を受賞し、4月のな、リーグ月間最優秀新人、ルーキー・オブ・ザ・マンスにも輝いた。月の後半は苦しむ打席も増えていたが、5月初戦となった1日、同2日のブルワーズ戦では、4試合ぶり安打を記録。試行錯誤が続く中で、 アーチは14試合出ていない。進化が問われる5月。